プロをプロやられた。プロ水に落ちた。はい、本日スイカ割りをスプラトゥーン3でやっていきたいと思うんですけども、ちょっと今回スイカ割りのプロをですね呼びまして、このカーボンローラーで、ビーコンを、ビーコンをスイカに見立てて、割ってもらいます。でプロは見てないということ、目隠しをして見ないということなんですけども、このサングラスちょっと目見えてる気がするんだよ。これプロ、プロこれ見てないから大丈夫かな。でプロ目つぶって、待っててください。スイカをね、ちょっとここに行きましょう。スイカを今設置しまして、プロ見てないよな。あやべ、ハードモードになっちゃったちょっと待って、プロごめん。スイカがとんでもないところに行っちゃったんだ。ちょっとごめんね。スイカの場所変えるわ。ちょっともう一回目つぶってて。準備できましたね、プロ。じゃプロ目つぶって、3周、スプラトゥーン3周回ってください。ぐるーって。3周、1、2、3、はい、ストップ。はい、今、見てる方向が、スイカから見て、スイカから見てだよ。わかんない。俺もわかんない。スイカから見て左なので、プロはちょっと右を向いてください。右を。右に、体も右に行っていただけると。はいはい、ストップ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 。プロ今の方向にゆっくり、ゆっくりちょっと歩いてほしい。ゆっくり。俺がいいよって言うまで。ゆっくり。これゆっくりまっすぐ。そう、まっすぐ。これ見てないよな、大丈夫だな。このゴーグルなんか、目ある気がするんだけど、気になる。まだいける。あ、オッケー、プロ今ね、なんかブロックにぶつかっちゃってるから一回ストップ。そしたら、体を、右に、向けて、一歩。右に一歩。そう、オッケー。今、左側に、スイカがあるんですけど、ちょっと果てしない遠くにあるので、もうちょい左に進みます。なので、左に向かって歩いてください。それ、後ろね。左だよ。左。ちょっとわかんなくなってる。プロがもうわかんない。そう、そっちにまっすぐ。ゆっくり歩いて。ゆっくり。そう、ストップ。危ない。これいいんじゃないか、意外と。ちょっと角度悪いか。角度悪いから、本当に気持ちちょっと左向けますか？気持ち左に。あ、ちょっとそれ向きすぎた、プロ。もうちょい右。そう。多分ドンピシャこれ。多分。これね、横振りでやったら余裕できると思うんで、一回横振り振ってもらおうか。横振りでじゃあ、一発振っちゃって。はいプロナイス。それでは、今回はスイカをステージに散らべました。散らべたので、プロは遠慮なく叩きに行ってください。俺の指示をしっかり聞いて動いてくださいね。はい、じゃ目つぶってじゃ3回ぐるってしようか。3回ぐるって、1、2、3、ストップ。でプロそのまままっすぐゆっくり歩いて、ゆっくりね。もう、歩いていいけど、ゆっくりだよ。ゆっくり。そう。オッケー。とこから、本当に少しだけ、向きすぎだ。まだ。いいよ、ストップ。いいんじゃないこれ。これさ、縦振りで倒したらいけんじゃない？縦振りお願いします、プロ。あー、OK、ナイス。あ、いいね。まだいける。全然いける。走ってもいい。そう。待ってね。ストップ。これちょっと浮いてないか。どうしようかな、これ。ま、ほんとに真後ろに、ここに、ビーコンがあるのよ。あ、ビーコンてか、スイカがね。スイカがほんと真裏にあるから、ちょっと体をまっすぐ、
向けられたら嬉しい。ごめん。